どうもお疲れ様です。今回の Google マップポツンと一人旅なんですけども、滋賀県は近くにある京都のね、天使突き抜けという非常にありがたい地名を探ってみようかと思います。実はこの天使突き抜けっていうのはね、町の名前で、京都府京都市下京区っていうんですか、読み方が間違ったらすいません。こちらの方に天使突き抜け1丁目2丁目3丁目4丁目ってあるみたいなんですよ。ご覧のように囲ったところですね。天使突き抜けというね、なんとなくご利益がありそうですね。でこちらの方が五条天神社、天使の宮って書いてあるでしょ。ただこういうふうに天使にゆかりのある地名や由来が多いということなんですけども、まさに天の使いがね、おわしますような気がしますね。まあこういったところからね、何箇所かこのご利益をいただいてきて、いわゆるパワースポットですよね。まあそこの石を何種類か集めて、なんかプレゼントみたいなね、まあそんな企画も思い浮かびそうですけども、かつてね、あの旅行中のハワイで石を売ったやつってのがいたわけですけども、まあ私ですけどね、ハワイのラッキーストーンを日本人観光客に日系2世のふりをして売りさばくというね、そんな商売がありましたが、ここでもね、なんか似たような形で、あの京都のね、天使1丁目2丁目3丁目4丁目それぞれのご利益のあるものを集めてきて、まあご利益販売ができるのかなと思ったり思わなかったりするわけでございます。ぜひね、京都にお越しの際は天使1丁目もしくは天使の宮、天使の宮、五条天神社、こちらの方にお運びいただければと思います。こんなとこですね。まあでも日本に多分ね、エンジェル、天使っていう信仰は多分なかったと思うんで、キリスト教からなんかね、うまいことこれ融和して、まあ日本の思想に取り込んだんでしょうね。天使とキューピッドってまた違うんですかね。まあその辺も探っていくと一本動画になりそうなんで、今日はこの辺にしときましょうか。まあ牛さんがいらっしゃるということで、あ、これ五条天神宮ね、五条天でいいんですかこれ。あ、五条天神ですね。はい、よろしかったと思います。それでは。